今週の J2J3 プレビュー賞は、幼い頃からしのぎを削ってきた2人がマッチアップ。チームを勝利へと導くのは、もう本当に小さい頃から一緒にサッカーやってきて、ね、親友だと思います。フルストの特別な一戦に挑む守護神松本の3連勝に貢献できるでしょうか。でやっぱり絶対に勝たなきゃいけない試合だと思います。そして今週末でシーズン折り返しの J3、 九州ダービーを制するのは果たして。